1977年の稲標別仮上工場と周囲約500メートル範囲、右が根室方面、国土交通省国土画像情報をもとに作成等、市別駅はかつて北海道中川郡幕別町麻生千樹にあった北海道旅客鉄道根室本線の駅、駅番号は K33 であった、電報略号は夏、仮上工場時代は、 通常仮上降上の記載がある道内時刻表にも掲載されず、幻の駅とも言われていた。民営化後正式な駅に昇格したが、普通列車でも半数以上が通過してしまい、廃止時は下りが昼から夕方にかけて5本、上りが朝2本と夕方1本の計3本しか停車しなかった。かつて昭和40年代前半までは国鉄の保線区の拠点が存在し、 7から8人の職員が配置され、自転車型のトロッコに乗って勤務していたという、感謝であった建物は民間に売却され、現在もアパートとして使用されている。1907年の旭川駅釧路駅間、全通後、帯広駅と目若駅間の中間駅策定に当たって、殺害よりも距離的に中間地点である道地の方が有力であったが、 設置は1959年になってから仮上工場として行われた。当駅の所在する地域名より、なお、地名は稲種別と表記する。地域名はアイヌ語の稲ウペに由来する短式ホーム一面一線を有する地上駅。ロバントホームは築堤上にあり、木製のスロープが設置されていた。ホームは線路の南側に存在し、鉄骨の櫓の上に、 木の板張りとなっていた。廃止島で列車接近表示器とブザーが備えられていた。帯広駅管理の無人駅だった。開業時からの無人駅で駅舎は存在せず、かつてはホームの南側に待合室と仮設トイレが設置されていたが、著しい老朽化により荒廃したため、2014年に撤去された。かつて待合室内には売店があり、 女性店員が高子と共に乗車券を売っていたという。また、撤去時まで待合室内に駅ノートが置かれていた。周りは田畑が広がる。十勝川を挟んで隣接する音府町の十勝川温泉の最寄り駅であったが、当駅からの交通手段はなかった。北海道旅客鉄道根室本線札内駅、マイナス等し別駅、幕別駅等私別つかり、乗降場に関するカテゴリー。 ありがとうございます。